コルデスターン州、コルデスターン州、オストン、イーコルダストンは、イランの州、オスターン。コルデスターンは、クルディスタン、クルド人の土地のペルシャ語読みであり、その名の通りクルド人が多い。クルディスタン州と呼ばれることもある。ただし、現義の、クルディスタンは州外及び、イラン国外も含めた、クルド人居住地域を指し、コルデスターン州はその中の一部分であるため、 近道に注意が必要となる。面積は 28, 8 2 8 8 1 7トルイラン西部に位置する。西にイラク、北に西アーザルバーアイジャーン州、北西にザンジャーン州、南にケルマンシャー州と境を接する。州都はサナンダジュ。主要都市にマリーバーン、バーネ、サゲズ、ゴルベ、ビージャール、サルダシトがある。 アーリア人はイランへの流入後、この地域にも住み着いた。紀元前612年のアッシリアの敗北につながる、動きの中心部の一つともなり、メディア要欄の地ともなった。634年のアラブ人、イスラーム勢力によるサーサーアン・アサへの攻撃に際しては、イランの北部の処置報道用に抵抗のあった地域で、あるが、結局は、その支配下に入ることになる。 835年には、クルド在地勢力の一部が、アッパース町のカリフ、ムルタスイムに反乱を起こして鎮圧され、その後も反乱を繰り返すが、いずれも失敗した。以降数百年間、クルディスターンは、モンゴル帝国やティムール町をはじめとする外部、勢力間紛争の舞台となった。イルハン町のオルジェイトの地勢に、ソルター・ナーバード・チャムチャールという小さな町が、 ビーストゥーン地域に建設され、約150年間クルディスターンの中心地として、機能した。1372年、中心地は、サナンダジュの南約6キロメートルのハサナーバード、城塞に移された。この頃には公益路の会場へのシフトが、決定的となり、地域の衰退は明らかになることになる。サファビー町のシャーイスマーアイール一世以降、クルディスターン全体が、 オスマン町との争奪戦の舞台となり、在地有力者らは多数派すんな派として、信仰を同じくするオスマン町に庇護を求めり、強大なサファビー町に着いたり、右与曲折を経ることになる。1630年、ソレーマンハーンアルダーラーンが権力を握ると、サナンダ城を中心として、勢力を振るい、地域の開発を行った。アフシャールアサの没落後、曲がりなりにも、 イランを支配したザンド朝のキャリーム、ハーンザンドは、クルド人に近いとされる、ラク族の出身である。ザンド朝後期には西アーザルバージャーン地方にも、コルデスターン勢力が及んだ。近現代には、民族主義が広まり、第二次世界大戦後の1946年、カズイームハンメドが、ソビエト連邦の助力による、クルディスターン人民共和国を打ち立てた。 しかしソビエトイラン友好条約の結果、干渉地帯としての価値を失い、ソビエト連邦に見放されて短期間で崩壊した。コルデスターン州は全体が山岳地域でサナンダジュの東西で二つの部分に分けることができる。天然の氷室、洞窟などが特徴的。地域的特性から登山やスキー、ウォータースポーツを楽しむ人々がいる。 ザッディーネ・ネルード川は3 0 2トル、州内で最も長い川で、北流して、オルミー・エコに注ぐ。スイール・バーン川はチョーク、イラクでティグリス川に合流する。他に、ゲゼル・ウズーン川、サミーネ・ネルード川がある。これらの川岸には、多くの水生生物と鳥たちが住んでいる。ザリー・バール湖は、マリー・バーンの西方、鉱山のふもとにあって、森に囲まれ、 美しい景観をなす。深さは最深部で50メートル、平均3メートル、全長5キロメートル、幅は最も広いところで1.7キロメートルである。バフダとダム湖はサナンダジュの北方にあり、釣りやウォータースポーツが盛ん。コルデスタン州には多くの降水線がある。キャミリアーランの北西のコバーズ、ビージャール近郊のアーベタルフ。 ゴルベの北のバーバーギャルギャルなどが有名である。ディヴァー・アンダッテ周辺のケレフトゥー堂は・ドは考古学遺跡でもある。道内にはヘラクレス神殿とされる多くの建造物がある。天井にギリシアが見たるその名が刻み込まれた場所がある。ためである。バーネ近郊にも全奥267メートルのシュービードがある。山岳ではチャルハールミ山3300メートル。 チェヘルチェシュメ山、3173メートル、ホセインバク山、3091メートル、マスジェデミールザー山、3059メートルなどがある。コルデスターン州の森にはヒョウ、羊、ヤギ、ハイエナ、ジャッカル、オオカミ、キツネ、クロテン、ヤマウズラ、カモ、コウノトリ、ゴム、ワシなどの動物や鳥たちが住む。 ホルデスターン州はイランでも山勝ちの地域の一つで、おおむね春から夏を通じて穏やかで心地よいが、冬は長く、雪も多い。人口は1996年現在、134万6383人。52.42%が都市住民で、47.58%が農村部の人口である。男性と女性の比率は52対48。 クルド人が住民の多数を占め、ペルシア語に近い北東イラン語、クルド語のソラーニー方言を話す。東部では、トゥルク語系のアゼリーも話される。この地域は、歴史的には、アルダーラーンと呼ばれた。クルド語はイランに広く分布し様々な死語を持つ、インドヨーロッパ語族に属し、文法的に区別される、古い姿を留めたイラン語である。ソラーニー方言は、 クルド語でも最も重要かつ支配的なものであるが、ケルマンシャー州ではクルマンジー方言が用いられる。主要な産業は農業と畜産業である。農産品では小麦、大麦などの穀物、果物がある。工業では化学、金属、繊維、比較加工、食品加工などである。イラン文化遺産協会には、 週内から211箇所が登録されており、BJR のサーサーン、アサヨのガルエクーネが代表的。詳細は、下記のコルデスターン州文化遺産協会のサイトを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。